ようこそペルソラ耳劇場へ。ここは英語と日本語の狭間の場所。ペルソラ耳劇場案内人、磯地こと磯村智美です。なんか悪いもので送ったんですか。なんで前もこうやってしっとり始まったでしょ。いつもより、まあ、いつもよりしっとりしますけど、あんま見ないタイプの。あ、エレガント、エレガント、ラグジュアリー、ラグジュアリー。小島さんみたい。日本語と英語の狭間の人でしょ。そうか、じゃあユーモートゥジャザーで自己紹介しちゃってよ。はい、どうも、フリー貴族のマフィア梶田です。何これ、かっこよく決めてみたんだ。そっちがエレガントな、こっちはちょっとイケメンで打ってみよう。あ、なるほどね。梶田君、そんなことより、うん、何、第2弾です、うん、まさかの第2弾です、うん、なんで続いちゃったのこれ。わかんない。でもまあ好評だったからやりましょうよみたいなことなんじゃないですかね、うん、ああ好評だったんだ。あれやっぱ売り物だとさ、うん、みんなの反応わかんねえんだよね。あ、そうだね、コメントとかつかないから、うん、あの感想をいただくぐらいだけれど、そうやっぱ評判は良かった、ね、概ね好評でした。まあこうやって第2弾がね、うん、発売できるのは、まあ、もちろん買っていただいた皆さんと、うん、アーティストの皆さんと、うん、作曲している皆さんの広い心のおかげでございますよ。おめこぼしのおかげですよ、はい、はい。ということで、うん、今回も豪華な方々がいらっしゃってるらしいじゃないですか。そうなんです。ではゲストをご紹介しましょう。まずはペルソナ4堂島七子役の神田明美さん、よろしくお願いします。ペルソナ4で堂島七子を演じています神田明美です。2ということで、あの私は野菜シリーズの続きが出るのかっていうのをすごく楽しみに今日はよく覚えていらっしゃいますね、はい、やってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニャラグオ、ニャラグオ、偽物がいる、偽物がいる。続きまして、ペルソナ4天城ゆき子役の星水亜美さん。天城ゆき子役、星水亜美です。よろしくお願いします。あの、まあ、後で紹介されますけど、ゆき子のシャドウと一緒に出させていただきます。そうか、そうですね、初対面っていうか、そうなんですよね、番組では、この番組では、うん、しかも、あのペルミミも初めてかも、はい、そうだ、そうだ、途中からニコ生にご参加してくださって、ソラミミはコーナーでは収録しないですもんね。そうそう、そうだったの、楽しみにしてます。ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。お前、シミタとどこ違うんだよ。誰これ、連勝ですか、この声は。呼んでたから、石塚さん。そしてペルソナ好きでシリーズ最新作ペルソナ5にて北川雄介を演じる杉田智和さん。どうも、グロい方のユキコ役の杉田です。最新作にも出演してるんでね、皆さんぜひとも、あの、もうハードごと買ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やめなさい。この衣装着た時の足が超なんですよ。黒いタイツが今これインサートされてると思います。この時の映像が上がってくる時、途中まで私かと思った。よっぽどですね。そう、すごい。DVD ボックスをね、親に取られて、いつの間にかこれ小地田君出てるんでしょって言ってもらってたから、親がね。俺のことを見たがってくれてるんですか。で見たら息子が女の格好で出てきたから特に驚いてなかったんです。もうまあお前大体いつもこんな感じだよねみたいな。理解してよかったね。なんか複雑だって。いやいや、まあ今回はね、本物の綺麗どころがお二人も来ていらっしゃる。本当ですよ。なんでなんだ、嘘みたいな。なんかっていう。今日は別にほら、そういうパートじゃないから大丈夫です。あの、今日は助走する必要ないんでね。そうそう、そのうち決着つけますから。ぜひ本当に根に持ってんじゃん。つけ青木式さんも入れて、じゃあ水供にしよう。今日はじゃあ皆さんよろしくお願いいたします、はい、お願いします。じゃあちょっと改めて、はいはい、3秒前、4、あ、失礼しました。3秒前、超えましたよ、超えましたよ。超える、すごいいいですね、それ。超面白い。はい、というわけで今回もね、世界一のペルソラミミストと名高い、はい、リゾッチさんの厳選したネタを紹介していきましょう。なんかいつもこっちにいないからさ。
このアワードではですね、ペルソナストーカークラブ第14回から26回までに紹介された作品の中からグランプリを決定します。その他にも新作ペルソラ耳をご用意しております。未公開が、ね、ありますので、そちらも楽しみですね、はい、楽しみにしてください。ではもう早速行ってしまいましょう、まずはペルソナストーカークラブ第14回にて公開された作品をご紹介します。ペルソナネーム肉じゃがさんの作品です。ペルソナ4ザ・ゴールデンよりスノーフレックスパウダースノーミックスからのペルソラミニです。どうぞ。これから始まるんですね。14回だと。だから一番最初これか。そんなつもりで聞いてなかったけど。もうこれから全部ブラックってこれ。どうするんですか。初っ端ネタこれだからドン引きしてるじゃないですか。黒ブラなんだ。いつも思うけど絵が贅沢だよな。そうです確かに。感じちゃってるよ。しょっぱな下ネタなんだよな。これでも投稿してくださったのは女性の方なんです。ああそっか。なるほど。磯地のサブアカかなんか。この間あったんだよね。あのイベントでお会いしたんだよね。あったあった。あ本人来たんだ。うん。ブラ姉さんって呼んでる。ブラ姉さんって勝手にお名前をつけたんですけど。大谷さん黒だったんだね。案外セクシーな。ゆきこが言うとちょっとすごいリアリティがあります、ね。確かにな。本編のセリフみたいにだんだん覚えてきた。大谷さん黒だったんだね。お前やっぱすげえよ。なんかそわそわするわ。もっとけなしていいから。けなす必要ないでしょ。だってあえて。実はですね、この曲ロングバージョンがありまして、はい、ペルソナネームシェリーさんの作品を加えたロングバージョンの方をご覧ください。本当ブラとパンツと、はい、パンツと揃ってしまったんですね。上下がひでえ。この歌台無しだよ陽介。ちょっとでも主人公もいつもの七子に見せてる顔ではないと思うんですね。お兄ちゃんの見たことない顔が。ちょっとでも期待した俺がバカだったよ。なんで入れちゃったんですか。でも花村くんいつも通りだね。あそうかもしれないですね。がっかり的にはもうやばい。今回もですね、皆さんにあのお面を用意しておりますので、お面、ね、お面です。お面を用意しようか。そのにしちゃったよ。キャラクターのお面を用意させていただきましたので、はい、ツッコミなどありましたら随時使っていただいて。お兄ちゃん白目だね。かわいい。こういう感じで。そうです。ナナちゃん、ありがとうございます。白目。ナナちゃん、ナナちゃん。やばいか、やばい。お姉ちゃん、ナナコちゃん。お久しぶり。二人の世界についていけない。ファイブのキャラ混じって。お兄ちゃん誰。え、あ、変な人かな。怖い。しばらくこれを見てみたい。ちょっとレアな寸劇になってんだけど。しばらくこれを見ていたいのですが、ちょっと空耳に戻らせていただきます。はい、お願いします。続いてはですね、私の投稿になります。起きた。ペルソナ3フェスよりブランニューデイズからの空耳です。あれかな。出てきました我が、ね、空耳男優たちが。はいはいはい、実写来ましたね。これがでもさ、つい映像をメインで見ちゃう。ちょっとあのカラオケの映像っぽくないですか。うんうん、あ確かに。注目してほしい。途中のアンニュイな感じの。そうですね、ワッシーに注目してほしいんですけど。ワッシーと言います。ちょっとこれもう一回。あ、わかりました。じゃあもう一回そこに注目しつつワンモアお願いします。
ね。そうですね。韓流一うまく入るっていう。あれマフィア食品って書いてある。そうです。わ、すごい細かい。待ってください。どこにお金かけてんの。いや細かく作ってんだよ。そばのラベル。続いては第15回からのペルソラ耳です。こちらも私の作品ですね。またそっちか。ペルソナ3フェスから同じです。ブランニューデイズからのペルソラ耳です。七子が何か何もいや無言点々です。女子プロレスラーに見えますよね。強そう。でも、うん、ジャージなんですよ。あの、うん、アーティストさんがジャージしか持ってないみたいな、はいはい、あ、ユミさんそうなんですか。そうなんですよ、うん、でも1回目の時すごいドレス着てらっしゃいませんでした。そうなんですよ。あの時はちゃんと清掃して来てくださって、はい、ドレス着るとねすごいエレガントなんですよ。確かにお綺麗です。普段着がねジャージオンリーだからすごいシンパシーを感じるんだよね。そうか。逆に普段着を見たことがあの ライブとかイベントでご一緒していたから、ね、そうなんだ。山まで行ってもらってよかった。本当本当にやばい。山行かせてんだもんな。山菜ゲットで茶色の宝石。そうなんですよ。すぐ歌えるようになる。すごい。これは秀作だわ。これそうなんです。面白いこれ。いいんですよね。この綺麗な女性のボーカルに合わせて、うん、これはなかなか好きなネタでしたよ。はい、うん。私そのいつもあのゲーム内で一番聴くと言っても過言じゃない曲じゃない、ね、曲じゃないですか、うん、そんな風に聴いたことなかった。俺もなんか、そうなんですよ、なかったんですよ。この方がなんかうまくちょっと空耳してくださったんですよね。そうですね。書までえあの後何言ってるか分かんない。それは分かんないのは、うん、あの本物の歌詞をそのまま流用しまして、なんか丸×三角みたいな入れてくださいみたいにお願いしました。これもう一回だけおさらいしておきます。短かったし、はい、じゃあもう一回です、ね、はい、ご覧ください。それが強まるんですよ、聞けば聞くと。やばい。なるほどね。これでも2回聞くのはいいかも。重要かも。はっきり聞きましたね。気になったら言ってください。もう一回もう一回と、うん、あのちょっと待てよみたいな方に絵とかもいろいろ見ちゃうから分散するのが、うん、集中するとよりそう聞こえる、うん、聞こえる。まあ、気になったのあったら言ってもらえれば。わかりました。はい、じゃあ次行ってみましょうか。はい。これはもう聞こえます。これはそうなんですよね。これ好きだわ。間違いないわ。迷うな。なんか山菜と同じジャンル。あ、確かに、あの、ね、ちょっとコーラスっぽい綺麗な声でみたいな。チャーハン食べたい。ね、チャーハン美味しそう。こちらですね、ロングバージョンがございます。何、うん、ちょっともう一回、ね、はい、ご覧ください。はい、してるだけじゃん。リバーブやばいやばい。チャチャチャ
チャーハンみたいな。そっち正しくは何て言ってんのこれ。これないんですよ。わかんないコーラスか。サンプリングの音を入れてるらしいんですけれども。なんかあのリバーブとかもう一回聞きたい。もう一回いきますか。じゃあもう一回聞きたい。ワンマンいきましょう。まだ味すると思う。味する